イアン・アシュリー・マードックはドイツ出身でアメリカ合衆国で活動していたソフトウェアエンジニア。Linux Distribution などを開発するプロジェクトである d e ア i a n の創設者で初代開発リーダーを務めた。また、Progeny Linux Systems という企業も立ち上げている。この企業は Linux カー r n e l の上に構築され GNU General Public License のような フリーソフトウェアにて配布される商用ディストリビューションをベースとしたサービスを提供する企業であった。マードックは1973年に西ドイツの南に位置するコンスタンツでアメリカインディアナ州出身の両親の下で生まれた。パデュー大学在学中の1994年にリ i ックスと GNU の精神にのっとり開かれた。 リナックスディストリビューションを作り上げる趣旨をまとめたデビアンマニフェストを起草し、1996年にはパデュー大学で計算機科学の学士号を取得した。このデビアンの名称は当時のマードックの彼女であったデブラリンと自身のファーストネームであるイアンを組み合わせたものであった。後に彼女と結婚したが、2007年8月に離婚を申し立てられ、 2008年1月に離婚が認められている。2006年にフリースタンダーズグループの最高技術責任者に就任し、リナックススタンダードベースの主席にも選出された。2007年1月にフリースタンダーズグループがオープンソースデベロップメントラブスと合流し、リナックスファンデーションが設立された後も同職を務めた。 2007年3月に Linux Foundation を離れ、サンマイクロシステムズに入社した。GNOME と GNU 由来のユーザランド環境、そしてネットワークベースのパッケージ管理システムを備えた o p e n s l a r e の開発に携わった。入社後からサンマイクロシステムズのプラットフォーム創造部門及びコミュニティーマーケティング部門を担当する副社長を務め、 サンがオラクルに買収直後となる2010年2月に同社を離れた。2011年から2015年までは Salesforce.com の参加企業である Salesforce Marketing Cloud にプラットフォームデベロッパーコミュニティ部門の副社長を務めた。2015年11月にドッカー社に入社したが翌月の12月28日に サンフラニシスコにある自宅で亡くなっている姿が発見された。死因は明らかになっていないが、亡くなる当日に自身のツイッターの発言で警察への怒りと自殺をほのめかしていた。ありがとうございます。